こんにちは、かすみです。本日はですね、先日ちょっと街をブラブラ歩いてたら電話がかかってきまして、番号しかないんで誰やねんと思って折り返したら、串谷さんの方から電話がかかってきてまして、あ、かすみさん、ちょ例のあれ入荷しましたよっていう電話がね来ましたんで、そういうものあるものをね買いに行ってきました。それはこちらです。ビン、エクスプローラーって書いてますね。エクスプローラージーンズって書いてます。はい、そうです、エクスプローラージーンズを買ってきました。ようやく来ました。マジでようやく来ました。いやー、ようやくしてたんですけどね、半年以上前ぐらいかな、ギリギリそれぐらい待ちました。本当にね、もう嬉しすぎてやばかったですね。まあ、というわけで、早速開けていきましょうか。出たブーバーン。はい、というわけでこちらエクスプローラージーンズになります。はい。どうすか。メガネ曇って前が見えん。エクスプローラージーンズって何やっていう話なんですけど、平たく言えば革パンです。革パンをジーンズっぽくしたやつみたいな感じですね。モンスターはクソ熱いんで、それの熱対策で買いましたね。ちょっと近くで見ると、こんな感じなんですけど、カメラで見るとまあ革っぽさっていう感じに見えちゃうかな。実際見るとわかるんですけど、見た目、本当によーく見ないと、パッと見普通のジーンズなんですよ。これ今自分ジーンズ履いてるんですけど。並べるとこんな感じですかね。大体。で、買ってきたらいいんですけど、熱対策に買いましたっていうことは、やっぱ、効果どれぐらいあるんですか？わかんないですよね。というわけで今日は、こいつの性能がね、どんなもんかっていうのをちょっと実際に履いて試していきたいと思います。一回履いてみます。はい、というわけで履いてきました。こんな感じですね。どうですか、3種類くらいあるうちの、何でしょうね、スタンダードな太さのやつ、ちょっと細いやつ、であとメッシュのやつみたいなのがあって、これ細いやつで買ってきたんですけど、こう見ると普通にマジでジーンズにしか見えないですよね。でもちゃんと革なんですよね。ちょっとこの動きいらんかったな。結局そのモンスターの熱って結構ここら辺がもう地獄なんで、これをどれだけね、シャッとアウトしてくれるか、これから検証にしに行ってきます。というわけで行きます。はい、というわけでバイクに乗って走ってます。今なんですけど、ちょっと走ったんで、このバイクの水温自体は今81度ってなってます。水温計は今のところはですね、全然暑くないですね。暑さというところではまだ全然暑くないです。ほんとね、もうフィーンってもう冷やすためのファンが回り始めてからが本番だと思うんで、ちょっと待ちですね。ちなみに今外気温は20度ぐらいで、真夏の検証はまた今度しようかなとは思うんですけど、とりあえずはね、ちょっとなそれはそれみたいな感じで、今日はそれぐらいの気温の中で、暑さどれだけなんかなっていう感じでやります。で、その温度、耐熱性能以外のところでよく言われているのが、このニーグリップ性がすんげーいいですよっていうのがよく調べてると言われてるんですよね。で、履いてみると分かるんですけど、確かにね、これニーグリップすごいですね。全然ずれねえ。もうなんでしょうね、もうやばいです。タンクパッドいらねえ。すげえ滑らない。ほんまこれはすごいですね。エンジン熱対策をしつつ、ニーグリップ力も向上させるっていう、ただそういうね、遮熱性、熱対策だけではないっていうところがすごいですね、これ。で、これ実際乗ってる感じどうですか？多分インスタ360な映ってると思うんですけど、この足元のとこまで。どうですかね、ちょっと引きで、見た時のこの、何でしょうね、服装の見た目。どうですかね、結構いいですかね、やっぱり。おー、こんな感じ。周りからしたら急に立つ変な人です。何でしょうね、そのかっちりしたのもかっこいいんですけど、ちょっとそれはかしこまりすぎてるというか、こういう見た目の方がやっぱいいっすよね。しかもこいつのね、いいところはね、まだまだあるんですよ。こいつ選択できるんですよね。選択、革パンってどうなんでしょうね、基本選択できないんかな、クリーニングとかになるんですかね。でもこいつはちゃんとした専用の洗剤を買えば家で洗濯ができちゃうんですよ。一応串谷の人に、購入時にどれぐらいのペースでこう洗う人って洗うんですかみたいなの聞いたんですよ。そしたら、その店員さんは、夏の入る前と夏の終わった後、シーズン終わった後の2回洗濯するって言ってましたね。
服ってまあそこそこ洗濯普通洗濯するんで、えそんなペースでいいんすか汚くねみたいな感じがするんすけど、まあ革版はそれでいいらしいです。でもう一個がこいつ撥水加工がされてるんです。つまり多少の雨なら全然問題ないってことで、雨の中も行けるってすごくないですか。革ってなんかすごい水とかに弱そうじゃないですか。そこをこう覆していくっていうね。でもうまだまだあるまだある。でやっぱ履いてるとまあすげえやっぱ色落ちとかしてくるわけなんですよね。こうまあエイジングが効いてくるわけですよ。そしたら、まあ、ちょっとこの色薄すぎだなってなったら依頼すれば再染色してくれるらしいです。色の染め直しですね、してくれるらしいです。すごくないですか、アフターサービス。めちゃくちゃ屈したいのその何でしょうね、修理とかもしてくれるみたいなんで、なんかすげえアフターサービスというかアフターケアというかその点の手厚さすごい、なんかあこれはちょっと屈したに行っちゃうなみたいななりますよね。まあ実際ちょっと最近屈したにばっかり行ってるんでそういうことなんですよね。あだん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 上がってきた。今水温計88度っす。頼む、もうあとちょっと、もうあとちょっと、もうちょっとで、もうちょっとで熱々になる。あでもマジでね、もうちょっとで熱々になるって言ってこう今95度ですけど全然熱くないっすね。びっくりするぐらい熱くないっすね。すごいな。確かにね、ぬくもりは感じるんすよ。なんか全然熱くない。今水温97度です。あファン回り始めましたね。あすげえ熱くない、マジで。ほんのりほんのりぬくいぐらい。あ水温がね今体感いつもだと80度ぐらいの熱みたいなぐらいの感じますね。すごい、なんかほんのりぬくいだけで収まってますね。まあ、その代わり風も通さないんで多分真夏は暑いと思います結局。あでも火傷しないってだけですごくいいんじゃないでしょうか。普通のパンツだったらバイク降りたいぐらいのすげえ暑さなんですけど全然余裕。いやマジでずっとね立たずに座ってますけどそのエンジン熱苦にならないですね。はい、というわけでめちゃくちゃベタ褒めしてきたエクスプローラージーンズなんですけれども、こちらちょっとイマイチだなっていうというか、まあ、ちょっと微妙な点を少しだけお話ししたいと思います。まず1個、買えない、買えません、マジで買えません。予約してください、入手ができません。自分一番最初初めてクシタに行った時にエクスプローラージーンズってないんすかつって、いやあるんですけどちょっと履いてみますって感じで、サイズがなかったんですよね。物はちょっとあったんですけど、じゃあこのやつをこのサイズのやつを予約します、入荷したら連絡くださいっていう感じでやってたんですけど、まあ半年以上かかりましたよね、入荷しましたよってなるまでに。その間も何回か串谷の店舗には行ったんですよ、行ったんですけどないんですよ。自分が本当最初たまたまねこう行った時はたまたま店舗に置いたっぽいくて基本的にはもういつ行ってもない。はい、でもう一個あえて微妙な点を挙げるとすればやはり革パン高い、もう高い高いっす、すいません高いっす。そのお値段65,000円っす、高い。もうそのおかげで最近通帳の残高がちょっと寂しいことになってるんで、もうしばらくはまあもやしとかこんにゃくとかもうそういうものを食う生活になっちゃうと思います。で散々高い高い言いましたけど、ちゃんとメンテナンスしておけば、まあ、10年とか履けるんで、まあ、年間だいたい6500円で、まあ、この高性能なパンツを履けるって考えると、まあ、実質ただですね、実質ただです。あーでそうだな、今の話にからつながるんですけどもう一個ありました、メンテナンスが管理がめんどくさい。やっぱ革なんで店員さんにも聞いたんですけど、やっぱ風通し悪いところに置いてるとカビが入るらしいんですよね。カビルンルンが入るらしいんですよ。なので基本的にはなんかこう引っ掛けるフックみたいなのがこう腰のところについてるんで、まあ、それに引っ掛けるとかして、まあ、風通しのいいところに置いておくっていうのが、まあ、基本的な保管方法になるみたいです。多分そこは他の革パンと保管方法とかは多分一緒だとは思うんですけど、まあ、そこがめんどくさいぐらいですかね。はい、というわけでエクスプローラージーンズ履いてみた感想でした。総評としては高いけど高性能でカジュアルに乗れる革パンって感じですね。結構ねやっぱこう撥水性もあるんでロングツーリング先での、まあ、ちょっとした雨とかそういうのにも耐えれるんで、まあ、これから大事に履いていきたいと思います。今度ねSSTR に参加するんでそれにも履いてガン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 ガーって走り回っていきたいと思います。というわけで今回の動画が参考になりましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。
まあ参考にしても買えるのがこれ半年とかになっちゃうんですけどね、今から予約しに行っても、まあ、たまたま自分のサイズが売ってたら、まあ、そこでパッと買えるかもしれないですけど、というわけで、次回の動画でまたお会いしましょう。さようなら。